イアン・セオド・アンダーソンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州サラトガ郡、レックスフォード出身のプロ野球選手、ウトウミギウ MLB のアトランタ・ブレイブス所属。2016年の MLB ドラフト一巡目で、アトランタ・ブレイブスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブレイブスで、プロデビュー。アパラチアン・リーグのルーキー級ダンビル・ブレイブスでも、 プレーし、2球団合計で10試合に先発登板して1勝2敗、防御率2.04、36奪三振を記録した。2017年は A 級ロームブレーブスでプレーし、20試合に先発登板して4勝5敗、防御率3.14、101奪三振を記録した。2018年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは51位。 ブレーブスの組織内では5位にランクインした。シーズンでは A 級フロリダファイアーフロックスと A 級ミシシッピブレーブスでプレーし、2球団合計で24試合に先発登板して4勝7敗、防御率2.49、137奪三振を記録した。2019年は A 級ミシシッピとトリプル A 級グーイネットストライパーズでプレーし、 2球団合計で26試合に先発登板して8勝7敗、防御率3.38、172奪三振を記録した。また、7月には、オールスターフューチャーズゲームのナショナルリーグ選抜に選出された。2020年8月25日にアクティブ、ロースター入りし、翌26日のニューヨークヤンキースとのダブルヘッダー、第1試合にて先発でメジャーデビューすると、 6回1アンダム失点の高頭で、初登板初勝利を挙げた。最終的に6試合に先発登板して3勝2敗、防御率1.95、41奪三振を記録した。また、ポストシーズンでも4先発で2勝0敗、防御率0.96という、見事な投球を披露した。2017年には83.0回を投げて、奪三振率10.95。 基本類がゼロと優れた才能の片輪を披露している。速球は92から96マイルパワーを計測し、変化球ではカーブ、チェンジアップを操る。双子の弟であるベン・アンダーソンは、自身がドラフト指名された2016年 MLB ドラフト26巡目で、トロントブルージェイズから指名されたが、入団せずにニューヨーク州立大学ビンガムトン校へ進学している。 その後、2019年の MLB ドラフト13巡目で、テキサスレンジャーズから指名され、プロ入りした。ありがとうございます。